今考えれば雷魚に、雷魚にペの8号はあかんすか。そうですね、雷魚に P の10号ってね、ありえないんですよ。あのね、P の10号って100ポンド、まあ当時の昔の弱い P の時で100ポンドでしょ。今10号って言ったらもう140ポンドぐらいになっちゃいますからね。でもそれってですよ、100ポンドっていうことは基本的に4メーター50とか5メーターの500キロぐらいのカジキが釣れるってことですよ。500キロのカジキとたかだか7、8キロしかない雷魚、そんなものいるわけないじゃんね。もうね、行き過ぎもいいとこです。8でもね、行き過ぎっちゃ行き過ぎですね。まあまあ普通はせいぜい5、6でしょね。ウィード周りに切れるの、それで切れるか、切れやしねえよ。5号の PE を根掛かりさせて切ってごらん、一度。切れるもんじゃないから、どうやって切ったらいいんだろうってなりますからね。うん、確かに行き過ぎです。